二体で共同作業を実行するロボノートロボノートは NASA のジョンソン宇宙センターにあるデクストラウスロボティックス研究所が行っているヒューマノイドロボット開発計画ロボノートシリーズ開発の背景にある中心的アイデアは宇宙飛行士と共に働くマシンを作ることであるそのため宇宙服を着た 宇宙飛行士と同様の環境で同じ工具を使用して作業できるよう設計されている。ロボノートは他の宇宙ロボットとは異なるタイプのロボットで、例えばローバーといったものより非常に繊細さの要求される作業に焦点を置いている。1990年代に開発が始まり、ロボノートシリーズ第一世代の開発は国防高等研究計画局を含む多くの 共同開発者によって行われた。第2世代は NASA とゼネラルモーターズの共同プロジェクトで行われている。R2 は2011年2月24日に打ち上げられたディスカバリーによって国際宇宙ステーションへ輸送され、余圧室内に保管された。初期のコンセプトゼロボノート B ロボノートの初期設計では国際宇宙ステーションに搭載されている。 カナダアーム2のエンドエフェクタとして用いられ、宇宙飛行士の代わりに、ステーションの外部メンテナンスを行うことになっていた。その他にも、惑星表面で遠隔操作ロボットとして使用する、といった案も提案されている。2003年に発表された初の試作機ロボノート1は、上半身が人型で、4自由度のアームを持ち、指の先端には、タッチセンサーが用いられている。下半身は、 地上移動用の四輪車、二輪のセグウェイ、船外活動用のレイジーレッグと複数のタイプがある。R2 次世代のロボノートは NASA とゼネラルモーターズの共同開発によって誕生した。NASA と GM の協力は2007年に始まり、2010年2月4日に公表された。R2 は R1 の4倍の速さで動け、より小型軽量化した設計となっている。 アームを最大秒速2メートルで動かし、40ポンドの物体を持つことができる。握力は指1本あたり約5ポンド。350個以上のセンサがロボットに搭載されており、腕は衝突しても自動停止する機能を有している。重さは約136キロ。R1 は地上試験のみだったが、R2 は宇宙試験も行われ、 2011年2月24日に打ち上げられたディスカバリーによって ISS へ輸送され、アメリカの実験旨デスティニー内で試験が行われている。2013年12月には R2 に追加するために開発された日本足が公開された。足を装着した時の長さは9フィートになる。各足には関節7個を装備し、両足の先端にはエンドエフェクターが装着されており、 これを使って、船内、船外のハンドレールやソケットに固定させることができる。エンドエフェクタ用の視覚装置も装備しているため、自動で恥じすることができる。この足は2014年4月のドラゴン宇宙船で ISS に運ばれた。なお、この足は船外での使用も可能な設計であるが、上半身の方は船外で使用する前に改良を行う必要がある。 2014年12月には、軌道上で足を装着したロボノートの姿が披露された。なお、R2 は2機製造されており、1台は地上に残されて、ソフトウェアの開発、検証に使われる。地上の R2 で検証されたプログラムが、軌道上にも送られて実行されることになる。また、プロジェクト M と呼ばれる将来構想も提案されており、もしミッションが承認されれば1000日以内に、 R2 ロボットを月面に着陸させるという。R5 ロボノートの3番目のバージョン。バルキリーは身長約1 8 8トル体重約1 3 6ラムのヒューマノイドロボット。2個のインテルコア i7 で稼働している。バルキリーという名は北欧神話に登場するワルキューレの英語読み。当初はダーパロボティクスチャレンジに出場する災害対応ロボットとして、 ジョンソン宇宙センターにより設計されたが、マサチューセッツ工科大学などの研究施設に提供されて改良が進められており、人類の火星移住計画などでの活躍が期待されている。ジャスティン・ジャスティン2008年発表。正式名称はローリン・ジャスティン。NASA が2010年2月4日に発表したロボロートに同様の作業を担うことを想定して開発された。 2013年3月発表。正式名称は、トロ、トルクコントロールドヒューマノイドロボット。NASA が2013年12月に発表した、バルキリー同様、宇宙空間で宇宙飛行士と共同作業を行う目的で、開発された二足歩行ロボット。身長174センチメートル、体重76.4キログラム。2013年発表。 NASA が2010年2月4日に発表したロボノートに同様の作業を担うことを想定して開発された。2016年10月発表。正式名称は FEIDO FINAL EXPERIMENTAL DEMONSTRATION OBJECT RESEARCH。形式番号は AR-705RH。2019年7月23日、音声アシスタント機能を追加して小型。 軽量化にも成功した新型二足歩行ロボットスコヨーバットカイマイナス850がツイッターのページで公開された。焦点は2015年に発表。NASA が2010年2月4日に発表したロボロートに同様の作業を担うことを想定して開発された。キロボは2013年8月10日に ISS へ到着し、同年8月21日には日本実験棟、 希望で起動。人類初のロボット宇宙飛行士として、コウノトリ4号機に積載されて、国際宇宙ステーションに運ばれ、ISS 内で、若田光一飛行士との会話を行った。実験終了後しばらく保管されていたが、2015年2月11日に、ドラゴン宇宙船の5号機で回収され、地球に帰還した。地上から一番高い場所で対話をした、ロボットと、 初めて宇宙に行った寄り添いロボットとして、2つのギネス世界記録に認定された。ありがとうございます。